こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日は、シュプリームとコムデギャルソンのコラボレーションが、この動画を撮ってる時点では明後日なんですけれども、リリースになるようで、その前情報のね、写真を見せて、いろいろ思ったことがあったので、その動画を、撮ってみたいと思います。この動画がですね、皆さんが、ジュンヒャとシュプリームコラボをもし欲しいと思っている方、別に何とも思ってない方もですね、まあなんか、あ、そういうもんなんだなみたいな感じになったらいいなぐらいの気持ちで撮ってます。よろしくお願いします。まずですね、僕あんまりシュプリームとか今はねあんまり着ないんですけれども、純也渡辺マン大好き、渡辺純也さんむちゃくちゃ尊敬してるんですよ。僕は本当に尊敬してる。今のコムデギャルソン社の副社長でありますね、はい、2005年あたりから今、渡辺純也さんが副社長をされてます。はい。で、シュプリームに関してはですね、僕昔着てたこともあります。基本的に嫌いじゃないし、いいブランドだと思っているんですけれども、まあちょっと前までですね、ちょっとあまりにいろんなアーティストの影響でキッズの子たちが並んで買うとかプレネがつくっていうので、ちょっとね僕は離れてしまっているブランドでもあるんですけれども、まあ普通にねカナダ製のパーカーとかね、すごく特に AW のパーカーなんかは、ここの立ち具合であったり音数だったりとか、すごく尊敬する部分の多い、そしてカルチャー色が強くいいブランドだと思っております。で、シュプリームとコムデギャルソンのジュンヤ渡辺さん、まあジュンヤさんってことで統一しようと思います。呼び方はほぼ同期ですね。シュプリームは94年にジェームスさんがですね、ニューヨークで設立したスケートブランドです。で、まあ当時のシュプリームのお店はですね、結構もう安く始めたみたいなんですね。その当時から、スラッシャーとかですね、まあそういうものを扱っていたというお店、まあブランドですね。で、まあたまにオリジナルの T シャツを売ってたら、すげえそれが売れたと。まあいいや。まあとりあえずそういう感じ。渡辺純也さんはですね、ウィメンズのコレクションとしては92年からやってらっしゃるんですけれども、パリコレが93年からなんですね。まあ、あと93年のパリコレってことは、そのシーズンは94年のものであると思うので、まあまあほぼ同期ね、同い年ぐらいの。僕これいろいろ調べてる時に、あ、これ関連性見つけたと思ったんで、ちょっとこれ嬉しかったから書いちゃいましたけど、はい、まあほぼ同期なわけですね。で、今回のシュプリームとジュンヤさんのコラボレーションですね、過去のコレクションを踏襲してるんですね。ここが今回、今日僕が一番言いたいこと、一番言いたいこと、いっぱい写真を載っけたいと思います。で、アーカイブのコレクションを踏襲してます。今ね、昨今アーカイブブームでもあるじゃないですか。昔の服が逆に高値になって取引されてたりとか、まあそれを生業にする人も出てきたりとか、別にもともとそういう専門家じゃないけど、たくさん集めてコレクターっぽくなって、オンライン上だけでそういうちょっと高いものとして販売しようと思う方も出てきたりとかですね。まあもうアーカイブブームなわけですよ。そんな時に過去のコレクションを踏襲してくる。なんともね、ちょっと皮肉っぽいシュプリームならではの、この前のトゥルーレリジョンみたいなね、もうちょっと皮肉ったところがあって、すごいいい、こういうのがストリートよねって僕は思っちゃいますね。まあ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 、過去のコレクションを踏襲してるんですよ。で、主に2002年 SS、2006年 AW のコレクションが、踏襲されているなと思いました。まあ、すごくわかりやすいんですよね。2002年 SS というのはですね、ジュンヤ渡辺マンのデビュー年です。コレクションとして92年からやっているっていうふうに言っているんですけれども、メンズのデビューはその10年後からなんですね。メンズ、ジュンヤ渡辺コムデギャルソンマンの、デビューは2002年の SS です。こんなコレクションでした。僕としては非常に懐かしい。うわ、超懐かしい。そうだったっていうね。当時一緒に働いてた先輩めっちゃ着てたなっていうね。なんかそういう思い出があります。こういうコレクションだったんですよ。で、今回のシュプリームはこんな感じ。すごくね、踏襲してますよね。はい。で、2006年 AW、ジュンヤさんのコレクション。これもかっこよかった。むちゃくちゃかっこよかったんですよ。この時のアイテム僕2つくらい買って持ってましたね。なんかね、エンジニアブーツと、あともう一つ買ったような気がするんですよね。なんかちょっと忘れてしまいましたけれども、2006年、ジュンヤ渡辺マンのコレクションはこんな感じです。こんな感じ。まあ、もろに映画、タクシードライバーですね。ロバート・デニーロですね。もう、かっこいい。すげえかっこいい。これほんとかっこよかった。まあでも、
コレクションとして見るとすごいかっこいいんですけど、まあ、でもね、ジュニアさんの服って結構コレクションの中でもリアルクローズっぽいのを出してきてくれるんですけれども、なんとなくこう、テーラードとかは僕ちょっと着づらいなと思うものもあったんで、リスするんですよ。で、今回シュプリームはこういうものを出してる。出してるんです。パッチワーク。ジュニアさんの得意技ですよ。渡辺ジュニアさんはパッチワークという手法をすごくよく使う方でですね、ほんと以前からね、何回もこうそういうパッチワークという表現をされてきたんですよ。で、僕として、うわ、これもう昇華したんだなって思ったのが2005年の SS でした。これ非常に印象的だったんですよ。パッチワークの昇華っていう風に書いてあるんですけれども、2015年の SS のコミュニケーションマンのコレクション、こんな感じなんですよ。これは、東北の農村のボロとかですね、江戸の粋みたいなジャポニズムの要素を入れた本当に職人技が炸裂したコレクションで、ただジャポニズムは入ってるんですけれども、結構ねジャポニズムで表現するブランドっていうのは結構形がもうね野良着だったりとかそういうのするんですけど、この時形自体ははっきり言ってアメカジなんですよ。アメリカのワークウェア と、東北の農村のボロとか江戸の粋っていうのはジャポニズムの融合、まさに純也渡辺コムデギャルソンマン純也さんのちょっと名前が長い。はい。ジュニアさんのブランドコンセプトはこれ。ベーシックなものや新たなフィーリングを取り入れることなんですよ。これがブランドコンセプトです。すごく共感します。僕も本当にね、なんかこういうものを新しい要素でっていうのはすごく大好きな要素ですし、自分がものを作るときも意識したりするものなので、その時 15SS これね見てほしい。本当にね、これまあ、売れたか売れてないのかは正直わからないです。セールスの部分はわからないし、その、着やすいのかって言われた時に着やすいともちょっと言い切れない部分はあるんですけれども、ものとしてすごい、あ、パッチワークってこうなるか、と、ね、思った、コレクションでございました。すごいいいコレクション。まあそういうのもあるから、やっぱね、シュプリームとしても、そういうのをやっぱ分かってて、パッチワークのアイテムっていうのも入れてきてるし、まあ2006年 AW、まあミリタリーっぽいですよね。こういうパッチワークのもの、まあタクシードライバーとかそういう背景もあるにしても、ちょっとミリタリーっぽいものって取り入れやすいし、シュプってそういうのやるから、まあそういうのやってるっていう感じなんですよね。はい。そして、コラボレーションの素。書いてあるんですけど、まあ、これは僕がそう感じるっていうだけで、僕のリスペクトが止まらないだけなのかもしれないんですけれども、渡辺淳也さんってね、コラボレーションも鬼ほどやってるんですよ。鬼ほどやってる。もうほんと数え切れないぐらいやってるんですよ。まあ、リーバイスとはずっとやってるし、ノースペースともね、やっているし、で、ショットとかともね、やってたりするんですよ。本当にコラボレーションの祖の方だと思ってます。ブランドが、いろんなところとコラボレーションしたっていいよねっていう感覚を、以前からお持ちの方でですね、それをずっとやってきて、まあ、その後に続くように他のブランドもいっぱいやってきたと。まあね、もともとやってるブランドも多いかもしれないんですけど、特に純也さんはコラボレーションすごいやってるっていう感じのイメージがあります。そして、今回もですね、コラボレーション、シュプリームと純也渡辺さんがやるんですけれども、その中でも、ショットとコラボしたピーコートがあるんですよ。まあ、ショット、ライダースで有名な、ワンスターで有名なショットの、レザーブランドみたいな感じですね。そことコラボで、ピーコートを作ってるんですよ。レザーのピーコートかって思うかもしれないんですけど、まあ、今回パッチワーク、06AW の雰囲気でパッチワークで作ったジャケットっていうのが、ちょっとストリート寄りの形なんですけれども、それはもともと、まあ、いろんな形で出してたんですけど、ピーコートとしても出してたんですよ。その要素をこっちで入れてんのかな、みたいな。だから僕はなんとなくそう感じたりしております。でシュプコラボの種類っていう風に書いてあるんですけど、これもね完全に僕の主観です。シュプコラボって何パターンかあると思っていて、でね、今までねシュプリームもめちゃくちゃいろんなブランドとコラボしてるんですよ。ただモードブランドとコラボするっていうのは僕が知る限りだと3つしかないんですよね。それはアンダーカバー、コムデギャルソン、トムブラウンですね。あとはモードブランドってやってないんじゃないかなと思います。他、ノースペースとか、ティンバーとかね、まあ、いろんなブランドとやってるんですけど、モードってなると意外とやってないんですよ。トム・ブラウンは確かボタンダウンシャツだけだったはずなので、はい。で、アンダーカバーは結構いっぱい出してましたけどね。はい。で、ギャルソンとかも、まあ、いろんな種類出してはいたんですけど、まあ、あんまりモードブランドとやってないんですよ。
でね、このシュプリコラボの種類というふうに書いてあるんですけれども、これ完全に僕の主観ですけれども、あの何パターンかあると思っていて、それがリスペクトパターンと売りに走ってるパターンあるなって僕は感じるんですよ。僕は感じる、そういう自分が感じているだけでございます。はい。で、まあリスペクトパターンっていうのは、あのシュプってね、基本的にノースフェイスすげえリスペクトしてるなって思ってるんですよ。あのインラインのアイテム見ればわかると思います。特にバッグ系がわかりやすいから、シュプのインラインのリュックとか見たら、あ、ノースすげえリスペクトしてんだなってすごいね、僕は感じるんですけれども、はい。まあそういう尊敬系か、まあ例えばルイ・ヴィトンの時みたいに売りに思いっきり走る、もうシュープルってめっちゃ書くみたいなね、そういうのはあるんですけども、今回すっごいリスペクトを感じたんですよ。なんでかっていうと、さっきも言いましたけれども、元々の過去のコレクションを踏襲してるんですよね。でこれを踏襲するってことは、まあ過去のコレクションを知らないといけないし、調べないといけないし、まあじゃあどれをねやるかっていうふうに考えてったりすると、まあ時間かかりますよね。時間とか手間かかりますよね。それでやってるんですよ。02SS デビューコレクションですよ。デビューコレクションとタクシードライバーの、まあ、テーマ。テーマタイトルがちゃんとタクシードライバーかどうか覚えてないんですけど、僕が勝手にタクシードライバーって呼んでるコレクション。ミリタリーっぽい感じのコレクションですね。あの時のこう男っぽいものとデビューコレクション。ちゃんとデビューコレクションのものもあの入れてくるっていうあたりにすごいリスペクトを感じるんですね。で、ジュンヤの、あのブランドコンセプトでもある、さっきも言いましたが、ベーシックなものに新たなフィーリングを取り入れる。これはですね、ここら辺のコレクションをシュプリームというフィルターを通してもう一度再現してるんですよ。シュプリーム、スケーターブランドですね。スケーターブランドです。ニューヨーク生まれのスケーターブランドですよ。ニューヨークめちゃくちゃ寒いんですよ。僕も冬のニューヨーク行ったことありますけど、マジで、あ、耳取れたかなと思うぐらいね、あの、ないかもしれないと思うぐらいすげえ寒いんですよ。マジ尋常じゃないです。あの、前開けて歩くとか無理ですよ。まあ、こういうのはちょっと変態ですけども、あの、ジップ開けてこう前を開きながらこうやってポケットに手突っ込んでこうやって歩くみたいな。不可能。むちゃくちゃ寒い。マジもう全身で守りに行かなきゃいけない。そういう、やっぱ寒いところだから、まあ、そういうスケーターたちもですね、冬になるともう分厚いダウンとか着てないと結構きついわけですよ。まあ、そういう、まあ、ストリート。っていう風にこれらのコレクションを落としてるんですよ。 02SS の英字がバーっとこう書いてあるものはゴアテックスで表現していたりとか、ゴアテックスで、フロント止水ファスナー使っていて、その止水ファスナーの上にもプリントがいくようにバーンとこう大胆にこうあるんですよね、プリントが。でゴアテックスを使うことで、快適で、雨も防げてっていう風な風に作り変えてるんですよ。モードをそういう風にストリートに落とし込んでるんですよ。 06AW のこのパッチワークのもの、このまんまですごいかっこいいんですけれども、パッチワークのものでテーラードとかね、ピコートとかそういう形だったんですよ、このコレクションの時は。ただ、シュプリーム何度も言うようにストリートブランドですから、そこはあのアウターっぽくですね、アウトドアジャケットのようなこう上までここら辺もちゃんと覆うようなジャケットにしていたり、カーゴパンツですね、カーゴパンツ、フロントにカーゴがあって裾にこうベルトが一周なあるようなものに変化させてたり、シュプにもともとあった形っていうよりは、ジュンヤとのコラボレーションだからこうしようみたいな風に変えてるように僕は見てて勝手に感じたんですよね。まあ、あとはその柄をね使っていたり、 02SS の時の柄を使っていたりとかですね、総柄のトップスにですね、オレンジのパンツを履いてるルックがあるんですけれども、そのルックの時に使っていた総柄のものと同じ、オレンジでここにネーム入ってるんですよ。これ、ここのネームの色、パンツの色意識してんじゃないかなと勝手に思ったんですよね。だからそのコレクション見てないと、そのパンツの色とかもわかんないじゃないですか。ちゃんとそういうのもやってる。だからもう本当ね、中の人同士がちゃんとやってるっていう感じがね、すごく僕は感じたんですよね。で、そういうこともあってですね、まあいろいろあれですよ、もうこれは、きっとこれだなっていう元ネタを探してたらきりないですよ。あの、ミリタリーっぽい、ウッドランドカモみたいな、迷彩柄のニットは、あれ、レディースコレクションの06なんですよ。レディースコレクションでね、すごいね、パンクな表現。まあ、着丈短くて袖ダラーンみたいなね、もう鍵編みニットみたいな状態を、まあ、シュプストリートですから、まあ、あの、スタンダードフィットというか、普通に着れる感じでモディファイしていたりですとか、なんかそういうね、すごい、今回の、コラボレーションとしてはですね、リスペクトを非常に感じるコラボレーションだなと個人的には思いました。まあ発売したらですね、きっとすぐ売り切れてしまって高値がついたりっていうことで、まあそれでね、転売を狙って買う人も正直たくさん出てきてしまうんじゃないかなと思うんですよ。ただ、着るときにはですね、それを着るときには、
やっぱこういうことをなんとなく感じながら、こういうクリエーションなんだなとか、まあコラボレーションだからこういうものは生まれたんだなとか、まあシュプリーム単体でも、ジュニア単体でもこうならなかったような形をこう二つがこう一緒に協業することで、まあそういうふうな形になって、お互いのカルチャーを尊重して、ブランドコンセプトっていうものを取り入れながらできた服なんじゃないかなっていうことを思いながら着るとすごく思い入れが出たりですね、着ていることが楽しかったり、じゃあその服と何合わせようかなっていう、そのストーリー性とかね、バックグラウンドとかを考えながら、そしたらじゃあこれかなとかね、あえてこれなんですよ、なぜならばみたいなコーディネートがあったりすると、洋服楽しいんじゃないかなと思いますんで、まああとね、そんなこと考えずになんとなく着る、でも全然いいと思います。まあもう楽しんだもん勝ちですから、非常に使いやすそうでかっこいいアイテムが多いので、まあチェックしてみてもいいんじゃないかなと思いました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやってるんで、そちらもぜひよろしくお願いします。私ヘルメティックというブランドやっております。概要欄にですね、公式オンラインありますので、そちらはぜひチェックしてください。どうもありがとうございました。